ご視聴ありがとうございます。ハレリアの大久保です。ご視聴ありがとうございます。ハレリア大阪店の大塚です。ありがとうございます。元マンションの増田です。よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございます。コマンダー塚本こと塚本です。始まりました。第41回 MTG 対戦バラエティハレリアコンバット。おぉこのメンバーがね、4人いるということはもう、はい、つまりなんと今回は統率者戦を見ようじゃないでも色は色っぽい統率者でしたか松田さんも中野ですごい EDH を一時期のプレイヤーさんで、そうそう、まあ、じゃあちょっと、うん、今回は大塚さんにちょっと統率者のルールを説明していただこうかなと思います。はい、統率者のルールなんですが、まずですね、統率者というものをですね、普通デッキの他にですね、用意してあげたいんですけども、それはですね、伝説のクリーチャーのみ指定できます。で、その指定した統率者のですね、持っている色以外のカードは、デッキに入れることができません。はですね、テキストに指定した統率者以外の統率者の色以外のマナシンボルが書かれたカードは入れることができないという感じですね。もちろん無色は可能になってます。で、基本土地以外の同盟カードは1枚数しか入れることができません。デッキの枚数は、統率者1枚と、上記の構築も持った99枚にしなければなりませんという感じですね。まあ、でかいですね、99枚、はい、まあ、もう少し詳しいルールはね、対戦しながら、はい、おいおいっていう感じで、はいはいはい、今回は初の統率者戦ということなので、統率者2017のセットのカードを、はい、無改造で、はい、ちょうど4種類あるんでね、4種類で、まあ、動画のタイトルにもなっている通り、ちょっと統率者を始めようという方にね、はい、ちょっと向けて、でしかも今回動画の最後になんと素敵なプレゼント企画がありますので、ちょっと、ね、はい、楽しみに最後までご覧いただければと思います。さらりと重要なこと言いましたね。最後まで見ていただければと思います。はい、ぜひお願いします。じゃあ、まあ、早速ね、EDHの方やっていきましょう。はい、よろしくお願いします。じゃあ、1、2、3、4、はい、4、はい、じゃあ、キスマリグス、はい、はい、グスさん、僕が最後ですね。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。僕もマリガンします。はい、僕もマリガンします。はい、僕もマリガンします。はい、あ、キープです。ずるい。統率者のマリガンは、1回目はフリーマリガンで7枚再び引き直すことができます。はい、ということで、マリガンします。基本付きで年金入れすぎじゃないか。マリガンします。僕もマリガンします。はい、僕はキープします。はい、マリガン2回目から初手が6枚になっていると。あー、やばい、森、あー、なん、キープ。おー、よかったよかったよかった。僕も妥協、一応妥協。はい、あとはお願いします。手札減ってるんで、下のところはしっかりいけるんですけど、塚本さん1回マリガンしたんですけど、手札7枚なんで、まあ、最初の戦術はできないという感じですね。じゃあ早速開始していきますか。はい、はい、よろしくお願いします。じゃあどうします。あ、ちょっとこれ特殊なんですけど、はい、コマンダーはドローできるんで、先攻で行きます。ジャングルのサイズ眠です。おお、強っ。3色出るんですよ。最高の3色タップイン、超嬉しい。懐かしい。31になる。おい、いってきたと。はい、41です。あれでもだけは面倒ですね。いいですよ。ドローします。はい、森からタップしてスワング、太陽の指輪。これは構築済みデッキにおいて一番のドブン。すごいっすね、はい、ヴィンテージ級のカードじゃないですか、あれマジで。じゃあ山でエンドです。そんなヴィンテージアクションなんてね、これもう出すしかねえ。これドラゴンテンペストプレスしかない。おお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 、クリーチャーのプレイヤーにドラゴンの本当に総選に値、そして値のダメージを与えるらしいです。ドラゴンの数分だけダメージ。そうそうそう。はい、はい、なるほど。ちょっと対抗していくしかない。機能する。機能して終了。ちょっとね、ゆっくり行こう。はい、では祖先の道をタップインで出します。はい、これから出せるマナはこの統率者の色のマナが出せます。僕は今緑と白が出せます。で、統率者と共通のクリーチャータイプを持つクリーチャーか呪文を唱えるたびにこれが支払われたら戦術が1できます。まあ、ね、猫かアバターだね。へぇー、はい、ボーナスという。はい、エンド、エンドです。はい、よろしくお願いします。はい、じゃあやっぱ一人だけ4万使えるやつ。クリアのせいを、マレンザキお願いします。はい、で、コマワードの手札8枚なんでディスカードしなきゃいけないんで、じゃあディスカードまでいきます。はい、気まぐれな薬術師。はい、あー、あいつも懐かしい。よろしくお願いします。気持ちが前に来た。とりあえずプレイするか、こだまってるのもちろん。これ色はとりあえず
揃ったか。お、何色？五色出るか。これが悩からだから、そもそも今五色出るのか。もうすでに出てるか。何をつけばいいのか、それよくわからないの、これ。悩からの土地2枚持ってくると全色出るから。じゃあ、頑張ります。はい、適当に。こんな感じにしますか。で、カジュアルな原画から、全部なんかシャッフルとか、適当だったり。適当ね。こんなカジュアルっぽくいいですね。沼でしますか。まあ、探してる間にターン進めたりとか。カジュアル。コントロールする吸血鬼が、プレイヤーに誰が与えると1、1番。どんどん出るようになってきて、で、トナイカスに、エドガー・マルコフの能力は18で、吸血鬼が出ます。2017年、この移行能力が、移行能力かなりキーですね。エドガーマルコは吸血鬼となるために GC トークが出る。ゼロマナで出る。ゼロマナです。ただで。トナイロ、トナイロこれ。めちゃめちゃ強いな。どうなんですか。ファールの救援もトップインで出した後に。強い。フリーズレッドライン強い。で、これから出した色で猫を唱えたんで、戦術します。はい。上に進みます。ちょっと塚本さん、ブンじゃん。はい。で、精霊神社。もう懐かしい。はい、おしまいです。いい感じだ。してだろう。おぉ。ダークスティールの仲介でおしまいです。ドラゴン。ドラゴン。怪物の、僕も使ってみた。仲間、まだ怪物化してまだ怪物化してない。なんだこれ、まだ万能。まだ万能。こんだけ色があって出ないドラゴンデッキに入ってるかもしれない。まだ出ない。まだ出ないドラゴンいんの。嘘。どんだけデッキ重たいんだよ。これはこれ陣地区ぐらいに見せかけてる。重いカードいっぱい入ってるから後半強いタイプだから、ね、後半何かないこれは前半これと奥が前半強いけど奥しかねえ。方位で、まだもう増やしてもし、カウントの方が強いな気がするんだけどな。まあ一応、どっちだろう。消費席、マナ、終了。マナで。カンだしですね。カンだからやってきます。カンって言ったら目をつぶりなって。どうしよう。手に置いていきますよ。カンの上に置いていきますよね、一応。どうしようかな。信じられないな。こんだけやって出ないドラゴンがデッキにいるというのが。デッキが。まだ見るドラゴン。デッキが濃すぎる。やばいな。じゃあ、どうしよう。2人を。はい。じゃあ、2点。2点と1点。はい。はい。39。はい。で、こいつの能力が8で、1カウンターが1個。大変なことになりそう。次で、パワーストーンを置いて終了。はい、はい。あとタッピーです。そう。スローしまーす。おぉー、すごい攻撃力だ。めっちゃ。猫が。すごい。66。いやー、つけたいです。はいはいはい。はい、つきました。つきました。戦闘開始時に、はい。アラーボさんの効果で、他の猫一体にプラス3プラス3したいです。はい。すごい。プラス3。7。まあ、松田さんが怖いから、松田さんに行きますか。7点ですか。7点です。適当です。はい。で、攻撃するたびに基本地形カードを。うわぁ、止まるね。頭取れる。頭取れる。塚本さんやばいんだよ。これは、やばい。いい感じです、デッキは。で、おしまいです。失礼します。お、これは、この人に都合というか。で、玉で開門の瞬間を。出します。出した時に7で1つします。おお。2回誘発。ピーチャーこれで。はい。で、2枚に回ります。熱い。え、楽しい。え、どっちも楽しいカードどっちも楽しいカード1枚しかもらえないから。あ、こっちかな。楽しそうなカード。そして、コピー。コピー以外選んでも1回できる。もう1回楽しい。楽しい。リザードも怖い。まあ、これかな。これで。で、速攻持ってるんで、じゃあ、まあ、さすがにここが、はい、そうですね、はい、まあ、1点だけだし、はい、1点くらいました。39。で、おしまい。どうしますよ、はい。なんだ、トラコンじゃないぞ、こいつ。ちょっと今、勢力図的に一番強いのは多分、塚本さん。そうですね、僕が今、好調ですね。言うと、そこも、まあ、ここ、僕も結構いてる。次回を伸ばして。確かに。とりあえずはまあ緑色加えました。まあ、みんなでも盤面は結構できてきた。いやとりあえず三本さんだけ一旦入った。僕と三本。
まあ頼りが置いてますからね。ストーリーが強すぎる。で、ミドミドを、いや、ミドミドはあるんだが、バラバラしちゃう、バラバラしちゃう。オールドスクールから高すぎるね、こいつ。まだ出ないんだ。しょうがないよ、これを次にプレイすれば大渋滞の硬い指をプレイすれば、おドラゴンなんだよ、ハンドドラゴン、こうなんだよ、これ黒くも赤赤なんだよ、ドラゴンドラゴン見せるとワンドロで気がして、ワンドロします。黒赤赤出るんですよ、ドラゴン能力知ってます、リアにするんですよ、ドラゴンをリアにするんですよ、ドラゴン本体はそこでもない、本体です。これプレイするのかもう我慢できずに我慢できずに、だってもうブロックしないと、うわぁ、プレイしよう、これ、乗るかもしれない、1点当たりますね、1点当たります、なんか、パワーとしてるんだけど、いや、本体にも行きますよ、本体にも行けるんで、本体に行く、まあ、じゃあこういったらと、はい、ちょっと2点しか与えないからな、エンドです。やっぱ EDH の基本戦略は、一番勝ってるプレイヤーになんとか、あとはブロッカー用意しないと、ボコされちゃうから、今ちょっとどうですか、こっちを置いて、僕さすがに行くよね、行くかぁ、うわぁ、おいおいおい、9段ロングの下に戻ってください。はい、じゃあ3点ゲインします、44で2点だけ抜けて36、どうすっかなぁ、そういうのないか、終了、いや、あるっちゃあるっちゃある、ターン終了時に押しつぶすさで、飛行を破壊、押しつぶすっつった、飛行クリーチャーが入ってた、噛み合い、ひどい、はい、メタか、はい、ドローをします、辛すぎる、こいつ何とかするんだ、セットランド、すげえ、アラーボ出しちゃう、お、アラーボ出せますね、これは出しても強化能力は取れる、5は使えるんで、アラーボって強化以外何か持ってるんですか、持ってますよ、すごい、3マナだったらパワー分プライクス、ブライクス、トランプレール、バケモンってなっちゃう、2倍、じゃあ、プラさんとして、プラさんとして2倍になるんで、すごい、これは召喚、そしてこれで戦術打ちします、はい、大変なかった、あのせいだ、やばい、はい、じゃあ攻撃、はい、戦闘の開始時にまずプラさん、プラさん、はい、で、攻撃を松田さんにするときに、はい、はい、穴を払います、やべえ、そうすると、ブロックシメだ、7なんで14とりあえず弱い経験値から、はい、じゃあ攻撃するたびの能力で精霊神殿の成功も強い、おしまいでーす、先日したのにトランプルもつく、トランプルもつきます、バケモンだよ、うわー怖っ、スタンタワーの人で一流、ではこのターンで、アンテナです、はい、アンテナ、無理な暴力がマサイキを襲う、マナファクトなんだけど、7マナ払うとこれ下がってパーマネント破壊できる、はいはいはい、すごい、ジビヒヤリ、ジビヒヤリ、お願いします、リッツリードバドシ、暇だからコピーします、はい、コピー道具に乗れた、ゴーゴー、ほんまに暇なやつ、すまん、2点すまん、すまん、40で、俺さっきコントロールで回復してるから大丈夫、さあ、なんか引くかな、みどみど、プロ。お？こんなカードで引く。しかし、アラーボを、なんとかしないといけないから。アラーボをなんとかできるのは松田さんしかいないし。そのためにね、それを分かってるから、先に。任せろー。自信だー。いくつ？数字2、いや、プルでいきますか、1、2、3、4、5、6、7、8、9なんで、じゃあ、全部貼って、プレイも貼ってくれました、松田さん14、14しかないです、僕はアラーボが死んじゃったので、アラーボがカットしてる日に戻ります、で、次に唱えるときに、プラス2払わないとダメです、そうしたら何度でも唱えられる代わりに、はい、抑えた分だけ今増えちゃう、次、2回目なんで今増えて。3回目だと4マナ増える。エンドです。はい。あ、こっちに出るわ、このまま。はい。じゃあ、どうも。じゃあ、出しちゃう。出しちゃう？エンドは？出しちゃう説あるよ。ですか。エンドか。が、5パーの中でも能力で。7マナで出しました。はい。じゃあ、1、1コンタロールでした。どこに？ 5、5、飛行。5、5、先制速攻。先制速攻。じゃあ、バラード。はい。これ、これするたびに各吸血鬼に自治体だと思う、6点で終わり、じゃあもう1個出るか、自分にも乗れないですよ、これ自分にも、いいじゃん、いいじゃん、はい、じゃあ、7点7点食らいました、
これ一応コマンダーで食らわしたらコマンダーダメージが乗るっていうのを6点で、こいつで食らったんで、そのコマンダーに入れるダメージが食らったら大事関係なくその21点食らうと死ぬっていうのがあるので、はい、で僕から6点蓄積されましたよ。サイドバから21点食らうと死ぬでしょ。ここの6って6パンダで、はい、6パンダじゃないこれ盗撮者からライフカウンター6みたいな、まあ、実際ライフカウンター、まあそうです、ね、あ、微妙で、まあ、あ、土地置いて、はい、収集して、収集、はい、あいつもスティック高いな。タッパキトロ白出しました。剣馬、お、剣馬、剣馬はこいつに装備品が付けられていたら寄付開始時に銀の猫トークン出します。で、これで戦術1、はい、リアクション、顔、リアクション、リアクション、ジルジルジル、わかんない、知らない、されています。で、タップしてこれを、はい、はい、装備して、おしまい、はい、そうですね、どうしようかな。シナジー見せてか、シナジー見せますか。おっ、で、出た時にですね、ウィザードであるクリーチ、吸血鬼がウィザードを戻します。まさか、こいつをコピー、コピー、お、はい、で、まずこいつとこいつを戻します。おお、すごい、すごい、何戻すの。え、で、そう、リアニメーします。うわー、すごい、めちゃくちゃ上がってて、で、で、ビートくんもコピー、コピート、まあ、こいつのコピートが出てて、はい、で、こいつで、はい、え、こいつすごいもの持ってるな。すごい、すごい、あれ、こいつコピーしたんだったら6万とか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 、はい、これだけコピーして、こいつが2体で、はい、2体の効果でこれを使って、今、タイムで進化を進化してて、1枚手で使いました。すごいな、はぁ、じゃあそこに3点、はい、で、ハンコンなんで3点から33点ハンコン。こいつ、何者なの。スピリクト高いな。感動しすぎだと思う。めちゃくちゃいいリアクションする。こっちで気弱いんだって。ドラゴンしか引かないし。自信とミーカーと引いてましたからね。自信とかありだから。自信とか。なんだこれは。毎回引くからね。もう一回くるデッキ倒しそう。こっち置くか。これ何が、なんかいたな、こんなやつ。確かに、緑緑。なんだこいつ。何番ひねればいいんだ。1、2、緑緑。で、赤が必要か。うん、5万アギャストが減ってるんで。はい、1万アギャスト。悪くなってる。はい、そうそう、知ってます。いいけど。はい。まあ、あれ与えるときに3番入ると、トップから追放して、まあ、1回いただいて、はい。で、こう空いてる。そしてこれも1点も回っていって、もうなんかどこにもいないね、みたいなやつ。プレイヤー。プレイヤー。誰か。大体一番多いのは大塚くん。まあ、じゃあ1点上がってきます。お、これ2回。インフテッド何言ったら、次も全員ダメだし、なんだけど。ガラキー。そもそもこいつのせいでガラキーなんだな。いや、もう俺、この会場から脱出するか。ブロッカーを回路パンチしました。お、俺にこれダメージ与えた時ですよね。これは、初級がある。初級は初級がある。セカモトロカ。はい、僕にプロテクションを与えるカードですよ。じゃあ、プロテクション赤ですね。あ、じゃあ、0点で。はい、0点でーす。いや、ガラキーなと。死んだ。覚えたで今のいたんで終わった何なんだ今のところ1点ゲージ、はい、1、2、3、4、塚本さんいつでも殺せる状態にしておきたいから塚本さんいいな俺で、はい、でもブロックでアタックで誘発で、はい、はい、普通にキャッチできるんで、そんなに、はい、失礼します。じゃあブルバトルリーズ入ってる。じゃあ投資ダメージは、6点7点だから13点か。6点なんて13点じゃない。で終了で良いです。はい、はい、アンタップ、アップキープ、装備品がついているので強い。ニャンニャン、ニニが出る、うん、確かに白のニニ。いや猫で、ドローします。でかいんだよね、そうですね。猫って思ったら可愛い生き物じゃなかった。どうあきまきじゃなかった。4マナ組合かき、これは装備しているクリーチャー2段攻撃で、攻撃しているクリーチャーが攻撃するたびにクリーチャー1体を対象として、まあ、ブロックしても強制戦闘1人死にそう、はい、で、これで剣馬につけます、はい、で、戦闘時、戦闘開始時にまずアラーゴの効果でプラサンプラサンします、はい、で、うおー、奥歯ー、おー、おー、おー、ついたとした。
パーマネントフェイドアウト、僕のライフは変化できず、はい、パーマネントが全てフェイズアウト、フェイズアウト、パーマネントが全てフェイズアウト、俺は今このゲームにいません、いつやりましたですか、はい、エンド時までフェイドしてるんですか、エンド時、あ、今もういないんですか、もういない、今いないです、これの能力解決しておしまいです、はい、今取って帰った、じゃあ僕の最強カード、ソルリングを、おお。このターンに一ターン目欲しいロケットスタート、何やってんだ俺は、いい点としてるのはいいか、ここで楽しいカード多いですね、うん、いや、セドロするか、セドロ、はい、すげえ単純に強い、なることが強い、続称だ、エーテイミューズのまずし、はい、3万円手段に戻せるんですよ、続称ここ多いなんですよね、テレンディの、こいつはタップすると、誰かを0人に、基本のパワータフレス0人にできる、なんだってまあ、プラチナ、わしのプラス値は別に基本なんで、3、3受けてれば、はい、その場合は修正された場合は、まあ、0、2プラス3、3みたいな、まだプランシフトが受けます、はい、よかった、ハンコンだ、ライフは回復しておきたいかとしたら、さ、俺のライフの総量は変化したね、え、いつまでこれ僕の次のターンまで、すげえな、え、あ、だからコマンダーよくかな、俺だけ無敵、でも松田さんにはまだ生きていてほしい感じはあるんですよ、政治絵が政治絵が、まあ一つ多少はしようか、ここはちょっと、あ、いいですか、じゃあちょっと俺はインテッドを楽しむタイムに、そう、インテッド楽しんで、ゴーインテッドあれまたプレッシャーって終わるんだけど、ちょっとそういうやつまあドローします、さっきね、助けてもらったからあれ一応ね、ここはそうなの、これね、アタックするインテッドのこのワクワク軌道のアントレーフォだよ、ワクワク軌道、ワクワク軌道、ワクワク軌道、楽しいことしよう、楽しいことしよう、しようよ、ワクワク軌道して楽しいこと、しろく、ワクワク軌道、ついにインテッドはときめくれるかもしれんし、これはあれね、ホイから、ネジホイから出して3マナも減らした方が一応1、2、3、4、5、6、7、8、9なのか、はい、インテッドは使えない、インテッドもう何なんだよいいよってもういいかって、だからじゃあ人柄でした、2点誘発、あ、2点はず、2点、ケンパやっつけれる、ケンパは今ね、ケンパは3号、ケンパはやっつけられない、まあこういうのいや、ちょっとそれはなんかそこは、はい、じゃあまだ殺せんな、こいつか、まあ本体に行くか、飛行は通るんで、まあ一応ね、ここは通るの、これとこれ、いや、一応そこは助けてもらうことで、今回はここにしとくか、はい、ねこー、こんなにパンチして大丈夫か、はい、行く行けるこれ、あた、ドラゴンは、ドロシーいなかったらアウトなんだけど、まあ、いや、行くか、いや、行こう行こう、パンチしてください、16点、いや、マジでやつします、はい、16点だと俺死んじゃう、このままだと死んじゃう、いや、カード入れたらしい、カードいい、あ、増田さん、僕死んじゃうけどいいんですか、そのアタック、え、死ぬ14しかないっすよ、あ、死んじゃう、死んじゃう、本当に俺を今殺して大丈夫かっつって、で、ライフは先導しないライフ変動しない何なんだよ、こいつライフ変動しないは何なんだはい、これはちょっと難しい、この政治、この政治難しい、いや、難しそうだから大変そう、頑張って一言、一言、いやでもソルリングはもうゲーム終わりする、ソルリング破壊、破壊、破壊、1、2、3、4、順番終了みたいな、それがこれもう終わり、ゲームドラー知らん、なんか引け、ドラゴン引け、ドラゴン引いた、お、ドラゴン引いた、のドラゴンが鼓舞します、はい、僕は負けました、鼓舞するって書いてますよ、何するんですよね、鼓舞って鼓舞するために一番タフネスが低いやつかな、低いやつに、あ、だから、まだまだまだ鼓舞するから、ちょっとエコーは暴れすぎた、変な、あ、インキャモード終わった、インキャモード終わった、インキャモード終わった、そうですね、あー、違う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 、で、ドラゴンして、じゃあ7人で、ドラゴン、あー、ブロッコもやらなかったから、おっ、そうね、押しよう、あー、次こう、オールクリーチャー、イザイ、うわー、11万エグザイルか、エグザイル、はい、しまった、え、ハンドはハンドは7、はい、0です、はい、あ、2です、あー、死んだ方がいます、死ぬとこのコマンダーこうなるでしょ
正しい、うかや、うかや、はい、キャストで、はい、おー、多重キッカー、多重キッカー、おー普通にサンバラでキャストしました。いけいけ、どうしよう。いや、もうあれじゃん、俺はもう一人殺したから満足で。派手だな。アラーゴがちょっと強すぎたから仕方がなかった。仕方がない。プレイヤーをキルしてパーマンと消すというプレイしかない。だから2ターン目に出したクリーチャー2の場に66になって殴ると恐ろしい。恐ろしい現状。目足、はい、お出た時に、墓地のガラスファクタークリーチャーを通報して折りカウンターを置きます。まあ、こんな感じで折り、折りに取り込められた。こいつが折りカウンターを変えている。なんか、これを追放してこいつに置くんだ、折りカウンター、はい、で、折りカウンターして、プレイヤー2の自動画素能力を全部毎ターン1回使える。はい、インスタント操作とかをコピーしたりとか。要はこいつがカインコマンダーだったら何回死んでも普通のまま持ってるよねっていう感じですね。目足は移行しない、もうコピーしない。え、いや、してもいい。伝説すぎる。おっ、誘いプレイ。コピーしたら一応折りカウンターの置ける数が増えるから。クイックミス、クイックミス。成功して、成功しておくから、あんまり意味はない。意味ない。コピーしますから、イエスで。ドゥーン、ドゥーン、終わったらいい。はい、おしまい。この11番の物体はどうしようか。あれ、闘魂の王者でバトルするしかないのか。え、わかんの、マジ。ちょっと、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、4、11。うわ、アゲイン、アゲインだろ。そして、1点、まあ、まず1点ゲストだ。はい、マジ俺助けてもらったら、なんつったろ。もうほんと最後まで競争だよ。もう言えんとは。落ちたよね。これ、あれ、殴るたびにアンタップしたから下田いかんだよ、やってもらう。5なんてことをするんだ。あ、2点入りました。ドラゴン出ます。2点。はい、おいおいおい、方向頑張れ。全て失った。方向頑張れ、手術失った。おい、これライフを助けてもらった。鬼があるんだ。頑張れ、方向頑張りたいね。お前、井戸川も俺殴ったことあるだろ。主張、死刑。その説は繋つなげてなかったのに。いや、はい、沈黙がいた。沈黙が正解。正解。正解は沈黙。お、帰ってきた。もしかして、こいつ何なんだって。そいつ何なんだって。終了。実は強い。で、目が強いやつ。強い。強い。普通にいいかわかんないけど。え、あ、出るよね。え、じゃあ、ワンドロしてワンですか。はい。え、これ、これは黒だから。あ、あれ、こいつって。こいつの能力をこいつが持ってる。あ、こいつでまだタップないんだ。はい、ないです。結構強いっす。もうテキストが追加されてる感じっす。結構面白いな。あれ、それだけなんで、あれなんですけど。じゃあ、押していってみます。はい。君にはドローン欲しいね。うん。君、呪いをあげよう。えこれ一番の呪い。これ、されるたびに、金が出る。金トークンが出る。許さんぞ。アルチェス探します。おお、はい。まあ、僕のクリーチャー、はい、持ちます。はい。あ、はい。金トークンが、クリーンカウンター置かれてると、まあ、強しです、クリーンに戻ってくると。で、祖先の道に進みます。羨ましい。で、レビエン出しとくか。おぉ、いいよ、いいよ。レビエン、ドラゴンで一緒に。そういうの。これ、破壊の持ってるよ、すみません。おっ、しまった。これでプレイしたわ。まだないと。ダークスティールインゴットが割れない。これは、致命的なミス。うわ。おぉ。ドラゴン割れてるぞ、いいよ。ドラゴンいるぞ、これ。ともあろう方が。マジか。見逃していかすとかよ、こいつ。おっ、カラフェルガイト、3点。そして、3点。3点。ぶつけてんのか。はい。3点。3点、飛びますよ、これ。おい、人畜くない。そんなに行く？そんなに。ブラディスク、ネビバーがあるから、ネビバーあるから、俺も展開しないから。またこれ、プレイヤーをライブで片付けて処理する雑な戦法とか。雑な戦法。雑な戦法飛ぶ？そういう、そういうデッキだよ。そういうデッキ、そういうデッキだよ、ドラゴンは。そういうデッキか。ドラゴンはそういうデッキだよ。行くか、これ。行くか。大塚くん殴れる最後チャンスよ。え、そう。別に、次、年番起動されるから、もう。かけるか、本体。よし、よし、いいぞ。キャスト。お、エンジン、ドラゴンエンジン、デーモス。ね、よくわかんないこといっぱい書いてますけども。え、これも？いや、ほんとよ。戦闘。27。バーン、全部打ち。とりあえず、今、2発。はい。まず、ドラゴン。とりあえず、等しい感じで4枚引きます。あーでも何もなかった。
ドラゴンパーマネントしますね。ドラゴンパーマネント、いや、別にハンドからパーマネントパターンなんで何でも出せるらしい。一回全治、一回全治だけど、別になんか別に最初強くなかった、あんなに引いたのに。あんだけ引いたのになんか天球儀とかあんだけど、それダメージ自体ならね、もし大体は24点、パンプは24点、パンプはセーフ、パンプはできるまだない。3、これ自体対象はチャイティパンディか、あと3ついける、あと3ついける、3ついける、エスパラゴンこういう球だね。あー、そうかね、いや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 、ライフ3なんだけど、ライフ3、ライフはねえかな。いや、俺も22だし、統率したダメージ言ってるから。いや、まさか、クリーチャーが、うわぁ、やめたくない、一人死亡、終了、まさか、はい。いや、ちょっと待って、あと何本もあったん、結局。これは起きないんだよね。で、おっ、これは、これ行ったんじゃない、行ったんじゃない、これ全身だか。陰キャ成功、陰キャ成功したかもしれない。あの、行ったんのおかげで。ったんのおかげで。まあ、クラッピングでもとこか。イーチプレイヤーが一番高い。パワーがでかすぎるこいつ。はい、10名。もしかして、はい、何も。大外は1です。1です。はい。じゃあ、おし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 。こんな、俺、このゲーム、吸血鬼、2回、3回しか止めてない。陰キャ、陰キャがね。陰キャがいた、陰キャがいた、陰キャがいた。8、8じゃない。で、ヒュッと出して。はい。5、6、7、8、9、10、11、アタックすると11全部乗るから、そう、これで、はい、吸血鬼です。おお、おお、準備完了。おお、いや、打点が高いな。突然突然決着ついた。いや、やっぱね、これは統率じゃないと確かに面白いですねこれ。はい、というわけでお送りしたハレルヤコンバット、いかがだったでしょうか。突然負けました。やばい、ライフ30ぐらいだったら突然解けた。ドンドンってきましたからね。あと2ターンぐらい遊べたら突然玉のりが発生してしまったという。まあ統率ちゃうごとにあのゲームの得意なターン数が違って、まあ俺が早く、あとは松田さんがドンってやってみたら、そうですね、いやすごい、もうマナがあればどん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 手札が出てくから、それめちゃくちゃ楽しい。めちゃくちゃアドバンテージ取れる。どのデッキも非常に改造のしがいがある、いい母体である。ここから改造できるのはいいですよね。セット化って、僕は自分によりカードを追加していくと強くなっていくっていうのが面白いですよね。ちょっと冒頭でもお伝えしたプレゼント企画のお話をちょっとしていこうと思うんですけど、春でやっぱり皆さん、新生活とか、ちょっと新しいことを始めるのにもってこいの季節だと思うんですよ。はい。そこで、このね、プレゼントで、ぜひ新生活をより彩りを増して、ね、いければいいなって何が…紙紙ね、やっぱ何がもらえるんですか。え、新生活ということは新生活ということ洗濯機、洗濯機ではないんですよ。冷蔵庫上げすぎる、上げすぎると手ぐれしかなくなっちゃう。手ぐれしかない。なんとマスターズ25がおおお、いや全然いいじゃないですか。洗濯機よりも欲しい。洗濯機よりも紙ジェイスさんが強いから強い。いや、洗濯機じゃ3枚引いて2枚が押せない。そうそうそう、選手は昨日もジェイスが入ってるマスターズ25 1ボックスなんとプレゼントさせていただければと。で、まあ具体的にプレゼントの応募方法なんですが、ハレルヤチャンネルをチャンネル登録していただいて、動画の説明欄にある応募フォームからご応募いただければと思います。下の方に詳細があると思いますので、はい、まあ皆さんのご応募お待ちしておりますので、ぜひよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。お願いします。というわけで今回はここまでということで、ご視聴ありがとうございました。はい、ありがとうございました。プレゼント応募してね。開放の気当てろよ。